カメル・ギラスは、フランス・ブルシュイコール・デュローヌ県、マルセイユ出身のサッカー選手。ポジションは、セカンドトップ。弟のナビル・ギラスもサッカー選手である。FC ・マルティーグのユース出身。同チームにて2001年、4部にあたる CFA デビュー、た。2003年には3部の A.S. カンヌに移籍。2004から05シーズンには、シーズン7得点を記録し、 チームを昇格へと導くと、翌2005から06シーズンでも35試合に出場し13得点を挙げた。しかしながら、チームは再び3部へ降格し、これを機に、ポルトガル2部のビトーリア SC と2年契約を結んだ。ビトリアでの初シーズンとなった2006から07シーズンも13得点を挙げ、リーグの優秀プレイヤーに選出、チームをトップリーグへ引き上げる原動力となった。 翌シーズンも30試合に出場、昇格チームながら3位という高順位で終えるシーズンに貢献したものの契約延長がうまくいかず、2008年フリーでスペインのセルタデビー後に3年契約で加入した。セルタでの初シーズンは33試合出場し13得点を上げるもチームは低迷。シーズン終了後にイングランドのブラックバンド・オーバーズ FC との契約が決まりかけたが、 直前のメディカルチェックにて不合格となって加入までには、至らならなかった。セルタはこれを遺跡金の引き下げ工作として抗議。これを裏付けるように、ブラックバーンとの契約交渉の約2週間後に、ハルシティ AFC のメディカルチェックにパスし、4年契約を交わした。ハルシティでの初シーズンは、先発がわずか6試合と失望のシーズンとなった。出場機会を求め、 フランス一部の AC アルルアビニョン、さらに同二部のスタッドランスへとレンタル遺跡をすると、ランスで定位置をつかみ、同チームの一部昇格とともに、自身の完全遺跡を勝ち取った。2007年6月2日、カーボベルで代表戦で、アルジェリア代表デビューした。同年11月20日マリ代表戦で、初ゴールを記録した。ありがとうございます。